こんにちは。春夏のお花がまだまだ綺麗なんですけど、パンジービオラの季節もうすぐやってきます。うかうかしてるといろいろなことがね、手遅れになってしまうので、そのことについてお話ししていきたいと思います。ちょっとあまりにも風が強すぎるので、車庫の方に行ってお話ししたいと思いますので、一旦移動します。その後に今日のお花のコーナーで、これ風強すぎるよっていうのをね、お見せしたいと思います。海の方も撮影してきましたので、海のコーナー、にゃんこのコーナーっていう感じで見ていただけたらなと思います。ということで一旦移動します。どうぞ。はい、ちょっとね、風が強すぎたんで車庫の方に移動してきました。パンジービオラ、まだまだ早いんじゃないかって思う方いると思うんですけども、場合によっては今から準備しとかないものっていうのがあります。なのでそちらの方のお話ししていきたいと思います。まず一つが種まき、そしてブランド苗、ちょっと珍しいブランド苗、今のうちにネットとかで注文するなら早い方がいいです。そして植木鉢とか培養土、これに関してもお話ししていきたいと思います。ということで一つ一つやっていきましょう。まずは種の準備から。種まきは今から準備が必要になってきます。詳しい動画については8月の下旬頃に出そうと思っているので、一応まける方は今のうちにやっといた方がいいです。はい、ホームセンターなんかに行くと一部パンジービオラの種売ってます。はい、インターネットなんかを見ても種販売してますので、送料無料とかで種なんかはね、送ってもらえることが多いので、インターネットなんかね、見てみるといいと思います。僕の場合は種の滝さんで、あのビオラの種注文しました。はい、なので今から2週間後ぐらいにね、まく予定でいるんですけども、その頃にね、詳しい動画撮ろうと思ってます。はい、もしね、もう今からまきたいよっていう方は去年動画出してますので、そちらの方を見ていただけたらなと思います。ただただ普通にまいてしまうと、まだ気温が暑いので発芽しません。なのでちょっとした裏技使って去年まいてますので、説明欄の方に去年の動画のリンク貼っておきますので、よかったら見てください。ということでね、種まきは早い方でしたらもうやってた方がいいかな。遅くなってしまうとしっかりと大きくなる前に寒い冬が来てしまうんですね。なので早め早めの種まきやっておくといいと思います。数がそんなにいらないよっていう方は9月の下旬ぐらいから10月の半ばぐらいにかけてね、徐々に苗としてね、出来上がったものが販売されるようになるので、種まきは別にいいよっていう方はまだまだ焦らなくても大丈夫。はい、ということで種まきしたい方はそろそろ準備が必要ですってことです。はい、続いてブランド苗。ブランド苗は近くに専門店あるとね、意外とこう変わった苗、面白いパンジービオラ買えるんですけども、なかなかね、そうもいかない方多いと思います。なのでインターネットとか見ると、佐藤園芸さんから出てるドラキュラ、もうフリルがすごいやつね、お花がもうボールみたいにまん丸になっちゃうようなやつとか、ローブ・ド・アントワネットとかヌーベルバーグとかいう品種がありますので、そういったものもね、インターネットで買えると思うので、注文するならもう今のうちから頼まないと売り切れになっちゃうということがありますので、その辺の準備もし興味があれば、珍しい品種はインターネットで。はい、ということで本格的に出回るのが11月の中旬ぐらいかな。お店に行ってゆっくり選ぶよっていう方はそれもまだまだいいと思いますけども、あの珍しい苗を手に入れたいなって方はインターネット見てみるといいと思います。続いてこれはね、苗買う方でしたらね、まだまだ全然余裕があるんですけども、土とか鉢とか肥料とかそういったものの準備ですね。ペチュニアなんかを育ててると、もうすでに持ってる方同じものを使えばいいんですけども、一応説明しておきましょう。植木鉢、はい、去年いろいろ育てて感じたんですけども、6号鉢ぐらいだったらかなり大きくね、立派な苗に育ちます。立派な株に育ちます。これとこれが6号鉢、高さがちょっと高いものと若干高さが低いもの、どっちも6号鉢になります。さらに大きくしたいなって方は7号鉢、この辺使うとね、あの限界まで大きくすることができるので、あの、まあ、好みなんですけどもね、はい、地域によって冬の成長、真冬の成長が変わってくるんですよね。寒くなる地域に関しては6号鉢ぐらいでもね、全然いいと思いますけども、暖地、暖かい地方でしたらこれ7号鉢とか使うとより大きい株に育ったりしますので、はい、そんな感じで鉢選びしてあげるといいと思います。ちょっと先の話になりますけども、鉢の準備、
去年育ててみた感じですとサントリーさんのフィオリーナ、これがね本当によく育つので今年も育てようと思ってます。はい、こんもりねこうペチュニアみたいに花満開って言って株全体をお花で覆うような花付きしますので、フィオリーナめちゃめちゃ綺麗です。そしてコメリさんで売られてたラビオラ、これもねフィオリーナと同じようにこんもり大きく育ちますのでめちゃくちゃいいと思います。細かい話はねまた10月になってね苗が販売される頃にねまたお話ししようと思いますけども、はい、とりあえずねそういうことで準備は今のうちにしといた方がいいものがあるよっていうことで、はい、ちょっとやってみました。土とかに関してもねペチュニアとか春夏の花と変わりません。一応ペチュニアがめちゃくちゃ育ったんですよね、花心さんの花ちゃん培養土なので、今年はねこの培養土メインでパンジービオラ育ててみようと思います。ペチュニアが育つということはパンジービオラもよく育つ、一応この培養土メインでね僕の場合は育てようと思ってます。ただまあ培養土はねあまり安すぎるものを使わなければそれなりには育ってくれますので、はい、まあまあその辺の詳しい話もね植え付けの動画10月の上旬頃に出す予定でいますので、そちらの方でね後ほどお話ししようかなっていうことで、はい、培養土はこの辺使う予定ですね。花ちゃん培養土ね若干値段が高いんですね。25リットル798円とかだったかな。こちらの培養土はねカインズホームさんで買ったんですけども、綺麗なお花を育てる培養土25リットル498円ぐらいだったかな。なので花ちゃん培養土よりはだいぶね値段もお手頃だし、だいたいこのぐらいの価格帯ですとそれなりに育ってくれます。なので安すぎる培養土を使うと育ちにくいってことが結構ありますので、大きくもりもりに育てたいって方はあまり安すぎる土を使わない方がいいよってことで、液体肥料とか固形肥料に関してもペチュニア育ててたものと一緒なので特に気にする必要はないかな。まあ液体肥料は何でもいいとして、まあ何でもいいって草花用の使って害虫対策でオルトラン、ペチュニアとか春夏のお花育ててる方は引き続きそれを使えるし、まあ固形肥料もね正直何でもいいと思います、草花用でしたらね。はい、という感じでこういったものがあればパンジービオラスムーズに育てられますので、まあとにかくね種まきに関しては早いに越したことがないので、たくさん種植えてたくさん楽しみたいって方はもう今からでも種まきしても十分間に合いますし、珍しいパンジービオラを買いたい方はインターネットで今のうち早めに頼んでおかないと買えなくなるよっていうことで、はい、まあそれぐらいが一番重要なことかな、はい、と思います。種まきね、最初にも言いましたけども、普通に種まきしちゃうと気温が高すぎて発芽しません。なのでもう今すぐにでも巻きたいなって方はちょっとコツが必要なので、あの去年の動画ね説明欄に載せておきますので、そちらを見ていただくか、2週間か3週間、8月の下旬には今年もね僕もパンジービオラの種巻きますので動画にしようと思っているので、そのタイミングでね一緒にやっていただいてもいいですし、はい、ということでうかうかしているとパンジービオラもう始まってきますので、はい、ということで頑張っていきましょう頑張っていきます。はい、ということでねそんな感じかな。とりあえずお外ね強風なんですよ、台風10号が通り過ぎていって多分そっちに向かって風が吹き込んでると思うんですね。だから外で撮影できないんですけども、撮影してみましょうか、風が強いよってことで。もうね普通にこう見ててわかるかなと思うんですけども、風がとにかくとにかく、これどこかな、風が強い。これが一番揺れるから分かりやすいから、ちょっとカメラを遠めにしてみようかな。はい、こんな感じで風が強いんでね外で撮影できなかったんですけども、ペチュニアとかはね今切り戻して奥にもあるんですけども、今花がないものが半分以上あるかな、3分の1ぐらいはちょっとポツポツポツってお花咲かせてるんですけどもね、台風来るっていうのもあったし、満開になって切り戻しのタイミングっていうのもあったので切り戻ししちゃったから
ちょっとこれから咲くかなっていう感じで。切り戻しっていうのは何回やってもいいんですよ。形が乱れたきたタイミングで切り戻しする。そうすると2、3週間、もう早いと2週間ぐらいで満開になる。2週間ちょっと早いから3週間するとね、大体満開になります。で、いつお花を楽しむんだろうっていうね、質問あると思うんですけども、切り戻しをしなくてね、常にお花を楽しんでもいいと思うんですよ。ただなんか僕の場合は形が乱れたら切り戻しをする、3週間後にまた超満開を楽しむっていうことを繰り返しているだけであって、まあ、切り戻しはしてもしなくてもいいし、このね、これから咲くぞっていうモリモリ感がまあまあたまらないんですよ。モリモリ感がたまらない。だからお花が咲いてない状態っていうのも結構好きなんですね。まあそんな楽しみ方で、楽しみ方は人それぞれ。はい、ということで、どうしようかな。パンジービオラのお話だったのでこんなものでしょうかね。 2,3 週間したら種まき動画出します、パンジービオラの。そして10月のね、頭か中旬ぐらいになったらパンジービオラある程度出回ってくるので植え付けの動画も出します。パンジービオラも半年ぐらい楽しめるので、それはそれで楽しい。春夏はどうしてもね、ペチュニアがメインになってきちゃいますよね、大人気なので。で、今度秋冬っていうのはパンジービオラが大人気、そしてメインになります。まあ人によりますけどね。で、パンジービオラもね、本当に長く楽しめるし、ペチュニアみたいに正直手間がかかりません。寒い時期っていうのはお花の成長もゆっくりだし、花持ちもいいんですね。はい、成長がゆっくり、花持ちもいい、花がら摘みいらない、水やりも毎日いらない、数日に1回で済むみたいな感じなので、パンジービオラね、ペチュニアで失敗してしまった方もまた違った視点で園芸できると思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。よくわからない方は絶えずパンジービオラ動画出していきますので、こんな感じになりましたよみたいな。はい、ということで蜂さんを見てお別れしましょうか。アシナガバチ、もう風強い、風強い。そうそう、これサンビリーバブルブラウンアイガール、はい、結構咲いてますね。今何号鉢だ、12号鉢に植えましたね。7号鉢だったかな、最初6号鉢か7号鉢に植えて、まあ毎日ね、2、3回水が乾くんでもう我慢できずに今12号鉢に植えましたね。一気に大きい鉢に鉢増ししました。最低でも8号鉢ぐらいは使ってあげた方がいいかな。地植えはさらに大きくなりますけどね。はい、っていう感じで次のなんかのコーナー、海のコーナー行って、にゃんこのコーナーか、はい、そんな感じで行ってくださーい。ということで本当にそれではこれ綺麗ね、ひまわり、やっぱ夏のお花は綺麗ということで、本当に本当にそれではバイバイ。風が強い。
チロちゃん。チロちゃんも暑いね。風が強くてちょっと嫌だね。これは困った。シロちゃん。お顔を見せてもらいたいんですが。あ、お顔はこんな感じですか。チロちゃん伸び伸び。チロちゃんカメラが嫌いだもんね。やだね。そっかそっか。はい。こうしてにゃんこはお家の中でくつろいでますけど、これ、お、可愛い顔してますね、シロちゃんは。ほら、優しいね。顔が優しいね、シロ。いい子だね、いい子だね。こちらはニニちゃん。ニニ。あれ？お友達のホンちゃんは？ホンちゃん。ホンちゃんだいたいかまってちょうだいの子だからどっかにいそうだけどね。ニニ、お友達のホンちゃんどこ？毛づくろいがさ、毛づくろいしすぎるとハゲちゃうよ、ニニ。ね。はい。こうしてニャンコは自然へと帰っていきました。本当にニャ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 。アディ。白猫かわいい。上手。シロちゃん上手。こうしてにゃんこは自然へと帰っていきました。おしまい。本当にねねねねにゃ。にゃにゃ。